菊の花を作ります。麻ひを作るやり方は他で紹介してるんですが、ちょっとゆっくり麻ひを作ってみますね。これが杯で、こういくと麻ひなんですけど、途中までは麻ひと一緒で、それをあやとりを二重にすると菊になるんです。はい、杯です。ここから先、小指の内は向こうを親指にかけて、親指のこれを外して絞ると菊の花になります。小学校で休み時間にこれを作って、それでここにピン止めをつけて、次の授業は菊の花を紙につけて受けたものでした。はい、菊です。おしまい。